羽生結弦に IOC バッハ会長、あなたは真のオリンピックチャンピオン、ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。フィギュアスケートの羽生結弦がプロ転向を表明したことを受け、国際オリンピック委員会 IOC のトーマスバッハ会長がコメントを発した。羽生は19日の会見で今後は競技会に出場せず、プロに転向する意向を示した。これを受け、 IOC のツイッターアカウントは、オリンピックにおける素晴らしいキャリアを築いたこと、おめでとうございます。あなたは、真のオリンピックチャンピオンです。スケートキャリアの次のステップでの幸運を祈っています。私たちはあなたに注目し続け、またお会いできるのを楽しみにしています。とのバッハ会長のコメントを紹介した。これに中国のファンからは、バッハさん。真のオリンピックチャンピオン、Q、彼の伝説の幕は永遠に降りない。 私たちの羽生譲るの新たなショーが開幕。あなた、羽生のことを誇りに思うといった声のほか、世界的なビッグスター、いける伝説だ、永遠のレジェンド、真の王、真のチャンピオン、真の光、これからも輝き続ける、ゴートグレ r ィストオブオールタイム史上最高の選手など、羽生を称賛する言葉が並んだ IOC はこれに先立ち、中国版ツイッター Weibo、Weibo の公式アカウントで、フィギュアスケートのレジェンド選手、ありがとう。 羽生結弦と感謝を述べていた。翻訳、編集、北田、羽生結弦がファンにメッセージ、中国ファン、はじめまして、これからも一緒、プロ転向を表明したフィギュアスケートの羽生結弦が21日、日本スケート連盟を通じてコメントを発表。中国のファンからも声援が寄せられている、羽生は、応援してくださった皆様へと題し、今まで大変お世話になりました。これまで、 皆様に大切にしていただいたおかげで、こうして競技生活をしっかりと送ることができました。僕は10歳から海外の競技会に出場してまいりましたが、様々なところに行けたおかげで、人生が豊かになりましたし、競技活動を通して色々と勉強してこられたと思っております。今まで競技生活を支えてくださった皆様には、本当に感謝してもしきれません。まだ終わりではないですが、まずは一区切りとして、 これまでたくさんのご支援をいただき、ありがとうございました。これからも、さらに進化できるよう、成長できるよう、限界に挑み続けたいと思います。ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願いいたします。原文ママと感謝と決意の言葉を綴った中国のファンからは、新たなスタート、おめでとうございます。はじめまして、プロスケーターの羽生結弦君くん、プロフェッショナルアスリートになったこと、おめでとう。 これからもユズと一緒、どこまでもついていきます。私たちの応援も、まだまだ終わりじゃない。一生応援するよ。ゆずはこれからさらに進化する。もっともっと強くなるよ。これから羽生ゆずるワールドが始まる。これから打ってどんなに素晴らしい言葉だろう。あなたのしたいことをしてください。ずっと応援しています。最高な羽生ゆずる。私たちはずっとあなたを愛しています。安心して飛んでくださいなど、 熱いコメントが多数寄せられている、羽生のプロ転校には各界から反響があり、北京五輪金メダルのロシアのアンナシェルバコアや中国のアイスダンスペアの柳う、リュウ・シンユーーシー・ユウと王氏ワン・シーユエ、米国のネイサン・チェン、羽生の憧れでもあるイフゲニー・プルシェンコ氏、国際オリンピック委員会、IOC のトーマス・バッハ会長などが祝福の言葉を寄せている。翻訳、編集。 北田、羽生譲弦選手と同じ氷の上に立ってて光栄。ネイサン・チェンのコメントを中国ファンも称賛。フィギュアスケートの羽生譲る27がプロ転向を表明したことを受け、米国のネイサン・チェン23が同じ氷の上に立ってて光栄だったとコメントした。羽生が19日の会見で今後は競技会に出場せず、プロに転向する意向を表明したことについて、ネイサン・チェンは20日にインスタグラムを更新。 羽生との笑顔のツーショット写真を掲載し、羽生結弦選手と同じ氷の上に立てたことは一生涯で光栄なことだった。あなたが競技のためにしてくれたこと、そしてこれからもしてくれるであろうすべてのことに感謝しますと綴った中国のスポーツメディアアミエヒタアイクはこれについて、北京五輪金メダリストのネイサン・チェンが羽生結弦に敬意を表したと伝えた。中国でのネイサン・チェンの人気は羽生に比べると高いとは言えないが、 ネットユーザーからは、なんだか、彼が良い人に見えてきた、ネイサン・チェンの性格はナイスだ、なかなか誠実だと思う。お互いにそれぞれの分野で頑張ってほしい、良い写真だね、羽生結弦は彼らの心の中でもレジェンド。それにユズは人懐っこいから、選手同士の関係は実はとても良好。 互いにリスペクトしてるんだよ、など、好意的なコメントが多く寄せられた、今年2月の北京五輪で悲願の金メダルを獲得したネインチェンは、競技に一旦区切りをつけ、イェール大学に復学することを表明している。翻訳、編集、北田、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よ